キンプリヒラの仕様、主役の座、剥奪。人気低迷でメンバー内の序列テコ入れか、ポスト、スマップや、嵐として期待されていたジャニーズの人気グループ、キングプリンス、キンプリだが、人気の低迷は本物のようだ。キンプリは現在、9枚目のシングル、ラビン、ユースラッシュ踊るように人生を、の発売や東京ドーム公演、6月にはアルバム、メイドインのリリースを控えるなど、 怒涛の勢いでグループ活動をしています。ただ需要という点では、後輩のシクストーンズとスノーマンに追い抜かれている印象です。実際にテレビのプロデューサーが使いたいグループの序列は、シクストーンズとスノーマンの方が高くなっている。キンプリはメンバーを個別に売り出すことが多く、グループとしてのまとまりが悪いんです。また、楽曲も正当派なアイドル路線が多く、客が離れている状況です。 民放テレビ関係者。一時期はセンター的ポジションの平野仕様を、バラエティ番組などで売り出していたが、それもうまくいっていなかったという。平野は天然キャラとして売り出していたのですが、いまいちブレイクしなかった。当初はイケメンで天然ボケ発言を連発することで目新しかったのですが、徐々に視聴者に飽きられてしまった。そんな中で、シクストーンスや、スノーマンなど、 キャラが濃いメンバーがいるグループの人気やニーズが急上昇して、平野は徐々に勢いをなくしていく形となりました。芸能プロ関係者。俳優としての売り出しも、担当、交代へ、そうは言っても東京ドーム公演を成功させ、新曲も初動が30万枚を超えるヒットを記録。人気の高いグループであることは間違いないだけに、ジャニーズ事務所も売り方の変更を画策しているという。 平野に関しては俳優業に専念させ、代わりにバラエティ番組には橋山を売り込んでいくようです。橋は正当花火少年キャラで俳優としても人気ですが、平野以上の天然ボケでバラエティ番組向き。平野の場合は天然を装っている疑惑もありましたが、橋はマジです。笑い。現在、テレビ朝日系で放送しているドラマ、未来への10カウントの記者会見でも、 主演の木村拓哉にも農じすることなく予測不能な天然ボケ発言を連発し、記者の間でも話題となりました。今後、ジャニーズでも橋の売り込みを各番組に行っていくようです。同関係者。さらに、俳優としては長瀬角の売り出しを強化していくという、NHK の連続テレビ小説、お帰りモネの演技が評価され、長瀬は一気にポスト二宮とジャニーズ内でささやかれ始めている。これまで、 映画やドラマは平野が優先的に良い,いポジションを獲得していましたが、長瀬に回される仕事が多くなりそうです。金プリは一発逆転を狙って、これまでの平野推しをしわらため、高橋と長瀬を軸として売り出していくとか、前室の民放テレビ関係者。なかなか大ブレイクとはいかない金プリ。この辺での主役変更は当然のことなのかもしれない。